メルクマール KO 笹塚は東京都渋谷区笹塚にある商業施設、行政施設、業務施設、住宅施設及び駐車場からなる複合施設、京王線笹塚駅南口に位置する、京王グループに属する京王重機整備の本社ビルである。メルクマール KO 笹塚の標中渋谷区が都市計画決定した笹塚駅南口地区計画により、 京王重機設備の本社ビル、京王重機ビルを建て替え再開発事業を行い、2015年4月1日にオープンした。地上21階、地下2階、建物高93メートル、延べ床面積38,449平方メートル。1階から3階は商業施設、フレンテササ塚として、店舗39店が出店。4階には、 地域貢献施設として、渋谷区の笹塚駅前組民に施設、渋谷区立笹塚図書館が開設。4階から8階は、業務施設、10階から21階は、高層マンションとなる。メルクマール系を笹塚のメルクマールとは、ドイツ語で、目印、指標を意味し、笹塚の地名の由来である、一里塚を象徴する。江戸時代には、 甲州街道の両側に森土された塚があり一律家が置かれ、笹が生い茂っていたことが、笹塚の地名の由来とされる。メルクマール系 o 笹塚の東側構想部4月1日、グランドオープン時の4階にある渋谷区立笹塚図書館。ありがとうございます。